バナナ農園は農薬のシャワー、空中散布する飛行機を誘導する、彼の皮膚は侵されている。バナナよバナナよ、バナナは甘いか絶対か、バナナよバナナよ、バナナは甘いかしょっぱいか、手袋が高くて買えない、だからバナナを素手で洗うことをする、彼女の皮膚は侵されている。バナナよバナナよ、バナナは甘いか酸っぱいか、バナナよバナナよ、バナナは甘いか酸っぱいか、バナナは酸っぱい、そこに込められた汗と血の味を知れ、見てらっしゃい。どうだい、よく見てくれ、この真っ黄色な色合いが見事だろう。純フィリピン産なんてそうめったにお目にかかれる品物じゃないよ。しかも宮内庁御用達の品物ときたもんだ。お立ち会い、今回は一房1000円のところ消費税もおまけして877円で、さあどうだどうだ。まだ高いな兄さん、ね、安いし物もいいし、大体もう、ね、値段が違うんだから。もう純フィリピン産じゃ農薬もかかってるんだろ。もうバッチリバッチリたっぷり。いやいやいや、農薬なんてこれっぽっちもかかっちゃいないからね。でもあっちのスーパーじゃ無農薬で100円だって言うから、そっちで買おうっと。ちょっとおい、ね、客人ちょっと待ってくれよ。おい、まったくバカにしやがって。俺もあっちのスーパー買いに行こうっと。バナナの叩き売りは見られなくなったが、今ではスーパーで叩き当然で、フィリピンの生活を買い叩き、バナナよバナナよ、バナナよバナナよ、バナナは甘いか酸っぱいか、バナナは酸っぱい、そこに込められた汗と血の味を、こんばんは。